11月17日金曜日、市役所本庁舎で平成30年度全国高等学校総合体育大会津市開催競技ポスター原画最優秀賞表彰式が開かれました。高校生のスポーツの祭典、全国高等学校総合体育大会、いわゆるインターハイは平成30年度に三重県で開かれ、津市では5つの競技が行われます。平成30年度全国高等学校総合体育大会津市実行委員会は、津市で行われる競技のポスター原画を市内にある13の高校から募集し、5競技合わせて84点の応募がありました。この日の表彰式には最優秀賞に選ばれた高校生が出席しました。表彰式ではポスター原画の選考委員から選考に際しての好評があった後、前橋町から受賞者へ表彰状と記念品が手渡されました。バレーボール競技女子で選ばれたのは、ドリッピングと呼ばれる技法を使ってボールの動きと選手3人のつながりを表現した県立津西高校1年の野口洋平さん。ハンドボール競技で選ばれたのは、色彩豊かな背景で大会が盛り上がる様子を表現し、選手のシルエットが前面に浮かび上がるように工夫した県立白山高校3年の澤田武人さん。柔道競技で選ばれたのは、柔道の投げ技が決まる瞬間を描き、その勢いと力強さを表現した県立津東高校2年の久世さくらさん。レスリング競技で選ばれたのは、選手の筋肉が本物に見えるように工夫し、選手同士が組み合っている迫力を表現した県立白山高校3年の伊藤博樹さん。なぎなた競技で選ばれたのは、黄色やオレンジ色の背景で活力や楽しさを表現し、なぎなたの構えを構図に取り入れた学校法人高田学園高田高校1年の林さくらさんです。最優秀賞に選ばれたポスター原画は、来年1月頃から大会の競技ポスターとして市内の高校や公共施設などに掲示されたり、大会プログラムの表紙として使用され、各競技の顔として大会を盛り上げていきます。